マフィア島はインド洋にあるタンザニア領の島で、ウングジャ島、ペンバ島と共にザンジバル諸島を構成する島である。マフィア島はザンジバル革命政府の自治範囲である他の2島とは異なり、タンザニア本土のプワニ州に属する。2002年のタンザニア国勢調査によると、マフィア島の人口は4801人である。経済の中心は、 キリンドウニという港町で漁業と自給自足による農業で成り立っている。また、スクーバダイビングや釣りを目的とする観光も盛んである。マフィア島を表すタンザニアの地図プワ2州のマフィア地区と各地区マフィア島内の地区、村の境界地図かつての公海地図マフィア群島は一つの大きな島といくつかの小島で構成される。小島には 友人島も含まれ、朝礼島には800人居住している。朝礼湾は、マフィア島最初の停泊地、港であり、砂浜がある。主な町はキリン道にである。ルフィジ川のデルタ地帯は、マフィアチャンネルと呼ばれる。島には、ピグミーのカバがいるという噂があるが、確かな目撃例はない。マフィア島の歴史は8世紀から始まる。 島はかつて極東と東アフリカの人々の間での貿易で活躍しておりアラブ戦の停留所だった。チョーレ湾はキルワキシワニなどと同じくジンバブエの銀山からの取引を管理している最も重要な町の一つだった。1890年ドイツがマフィア島を支配しチョーレ島に建物を建設した。ドイツはオマーン支配下のスルタンサイードアルビンセド アルセドへ400万マルクを島と海岸の代金として支払った。第一次世界大戦中の1915年1月、イギリス軍はルフィジ川川口部に潜むドイツ系巡洋艦、ケーニヒスベルクを海と空から攻撃するための拠点としてマフィア島を占領した。マフィアの名前の由来はアラビア語のモーフィーという説とスワヒリ語のマハリー・パスカル、アフヤという説がある。 1995年にマフィア島は自然の海洋野生生物を観光地とする代わりに WWF から財政援助を受けた。そしてタンザニアで最初に海洋公園として指定されたのがマフィア海洋公園である。キリン道ウに,にある空港マフィア地区は7地区に行政的に分けられる。その面積と人口を以下に示す。ありがとうございます。